はい。おはようございます。沖縄おばばです。ミケタかわいいですね。見てください、このお手ってはーい。熊ちゃんが隠れておりますね。はい。皆さんどうも、おはようございます。はい。えーとですね。今日の那覇の天気は、まあ、曇りですね。ちょっと、気温もちょっと低めで、昨日も、まあね、めでたく、はい。えー、空調切れました。 夜ね、口を切って、えー、窓を開けっぱなしで寝たんですけども、窓を開けて寝るとね、猫たち、大興奮です。<laughs> 大興奮でございましてね。えー、まあ,あ、たくさん運動をして、朝起きてみるとすごい状態になってるんですけど、まあね、いつまでも元気でいてほしいです。はい。そんなあなたがかわいいのね、ミケさんということで。はい。 ええー、まあ,あ、そういうことで、今日もね、えー、なんか最高気温28度ぐらいか29度ぐらいなんで、えー、まあ、口をつけないで、えー、過ごせるようになってきました、だんだんね。はい。えー、ということで、まあ、電気代もね、えー、かからなくなってくる時期に入ってます。はい。えー、沖縄はね。えー、まあ、あー冬になるとね、ちょっとお、水シャワーというわけにはいかないんで、ええー、 まあね、えー、ガスを使うんですけど、まあね、それでも、まあまあ、はあ、いい感じに過ごせる、この沖縄でございます。はい。えー、まあ、そういうことでございますね。えー、でもってですね、えー、銀行、大変なことになってますね。まあ、今日もまあ、もしかしたらダメかもしれない。復旧しないかもしれないみたいなこと言ってます。で、まだ、あの、自分で、あの、手で処理してるみたいですね。銀行員さんが。 はい。手入力で処理してるみたいです。で、えー、59万件がまだ処理されてないということで、えー、大変なことになってますよね。だからデジタル高は本当にやめといた方がいいということなんですけど、わ、えー、かんないアポンタン人があー多いということでしょうね。特にね、この都市銀。はい。あっちら側ですからね。あっちら側。 えー、やりたい人たちですからね、デジタル化をね。はい。どうしてやりたいかは、それぞれ、まあ、お考えになってください。いろいろあるんでね。はい。えー、まあ、そういうことでございます。もうね、えー、銀行、はい。えー、復旧するのに、どのくらい時間かかるんでしょうかね。はい。まあ、大変なことになりますよね、本当に。はい。えー、それからですね、 まあ、いろいろね、世界中で、えー、ニュースが入ってきてるんですけど、まあ日本にね、目を向けてみると、すごい,い、埼玉ですっごい火事ありましたね、えー。まあ北京では爆発ですけど、はい。えー、まあ似たようなもんかもしれません。ガス爆発とか言ってましたからね、北京でね。まあ、物騒になってきました。ああの埼玉県でもうすごい火事がありました。えー えーまあね、これね、ほんとね、何、えー、て言うのかな、火元以外の方たちは本当いい迷惑なんですよね。はい、いい迷惑です。はいえー、どういう、どうして、えー、こうなるのか、はい、皆さん分かってると思いますけどね、えー、あまりにもね、こう、あボンボンな方たちがね、増えすぎてね、えーまあ、いろんなことがね、おかしくなってきてるんだろうなと思います。はい えー、注意がね、散々になってきているっていうことですね。どこの国でも。はい。えー、まあ、ね。もう、そういう以外、もう他にないですよね。本当に毎日ですからね。こういう事故、事件、あるのがね。 ええ、<laughs> 参りましたね。ということで。はい。えー、でも我々は本当にね、えー、周りにちょっと気を配りつつ、はい、自分を守るように生き抜いていきましょう。まあ、これ大事ですよ。はい。えー、本当ね、えー、認識を変えないといけません。はい。えー、周りにいる人たちでね、えー、まあ、ね、えー、 ごちそうさまってしてしまった人たちをね、えー、正常と見るのはちょっとまずいかもしれないですね。はい。えー、なので、本当注意してくださいね。はい。えー、何かあー、もしかしたらネジが取れちゃっててね、えー、忘れていること、まあ、あの、火事を起こしたりとか、はい、交通事故を起こしたりとか、まあそういうことがね、あるよということですね。はい。 えー、それからですね、えー、またおかしなことをやり始めました、ぬっぽん。まあ、これ何にもならないと思うんですよね、SDGs にも何にもならないと思うんですけど、いわゆるクレジット取引です、SDGs の。いわゆる CO2 排出の少ないところは、少ないところがね、えー、多いところに、えー、その CO2 の排出権を売るっていうことが始まりました、昨日から。 何の意味もないんじゃないんでしょうかね、これ。売り買いしてるんですよ、こういうのはい。えー、まあね、まあ誰の目にも明らかだと思うんですけど、この SDGs ですね。はい。えー、まあ、あ、言ってることは素晴らしいんですよ。でもやってることが、そういう CO2 の取引権の、おー、 ね、排出量の取引権の売り買いだったりとかもう本当にね商売なんですよ。わかりますよねこれ本当に利権です。で CO2 ね、えー、排出、うちはね、あんまり排出してないからね、排出権ね、あ,あの上げるじゃなくて、買えるよってお金で。 これやってたらいつまで経ったって地球環境良くならないんじゃないんでしょうかっていうことですよね。<laughs> まあ、ダメでしょう。ダメだと思いますよ。国、大きいところでは国同士でもやってますし、小さいところではこういうふうに昨日ね、取引所が日本にできました。 何でも金金です。CO2 の排出権も金です。はい、えー。これによってどうなるかというと、お金のあることころはね、えー、これでね、取引券いっぱい買ったるでって言って、えー、ますます公害をまき散らすということになります。はい、えー。全部が全部こういうシステムになっています。 もうね、本当は切れますね。はい。す、え、べ、ー、て、えー、お銭銭のためでございます。この SD 地図もね。えー、表向きはね、地球環境を守りましょうということなんですけど、やってることは金儲けです。はい。皆さん、そろそろお目覚めになりましょうよということです。えー、こういうのね、もう本当ね、えー これぐらいのトリックがわかんない方がたくさんね、日本にはいらっしゃるんですよね。いわゆる、えー、お花がね、えー、畑になっちゃってる人ですね。はい。お花の畑になっちゃってる人です。頭の中がね。はい。えー、まあ、そういうことでございます。もうね、こういうことでも、まあ、商売商売ということで。えー、まあ、やめてほしいですね。はい。えー、地球のね、えー、まあ、バチさんとかね。 他の動物たちにね、え当、ー、ね、えー、申し訳が立たないですよ。はい、えー。地球は人間だけのものではありません。はい。以上でございます。はい。今日も朝からすいませんでしたということでね、えー、お説教してしまいました。はい。それでは皆さんね、また、あ今日も一日元気にいい楽しく過ごしましょうね。はい。沖縄おばばでーした。ありがとう、かわいいでちゅね。